ルイジノーノ、ルイジノーノ、ルイージノの1924年1月29日から1990年5月8日はイタリアのベネツィアの作曲家、電子音楽、ミュージックセリエルにおける主導的存在の一人となった。ノーノは1941年にベネツィア音楽院で理論をジャン・フランチェスコ・マリピエロに学び、その後大学で法学部を卒業している。 1946年にブルーノ・マデルナやヘルマン・シェルヘンに作曲を学びセリー技法を習得する。1955年にアルノルト・シェーンベルクの娘、ヌリアーと結婚した。彼のセリー・エル技法は間接的にウェーベルンを経由せず、直接シェーンベルクからの影響が強い。1950年にダルムシュタット歌詞現代音楽講習会に出席。そこで、 エドガー・バレーズや、カール・ハインツ・シュトック・ハウゼンなどの作曲家と出会うが、後に完全に決裂し、独自の道を歩んだ。1950年代前半には、室内楽のための、ポリフォーニカ・モノディア、リトミカ・パリファニカ・モノディア・リミカ。1951、声楽を含む、還元楽曲、ガルシアロルカへの墓悲鳴、レピット・フェオ・パー・フェデリコ・ガルシアロルカ。 1952から1953、合唱と還元楽のための、ゲルニカの勝利、LA、ビクトワーデ・ゲルニカ、1954、混声合唱と室内楽のための、愛の歌リーベスリード、1954が生まれている。その後、彼は、音楽的現象としての完全性を追求し、次第に、表層的なセリー技法こそ拒否するようになるが、 点病性は保持し続けた。このため、時代遅れの表現主義者として、シュトックハウゼンやブーレーズから批判された。50年代後半には、インコントリーインコンドトリー、1955、断ち切られた歌いール・カントソスプソ、1955から1956、リドーネの合唱、コーリー・ディー・アイ・ジドネ、1958、等を作曲。ノーノは、 天平主義にまだこだわっていた。ノーノはイタリア共産党に入党した共産主義者であった。1952年にはマデルナと共にイタリア共産党に入党。彼の前衛音楽もまた有酸階級文化への反発手段となった。作品中で政治に対して訴えることも稀ではなかった。事実、彼に国際的名声を与えた。 断ち切られた歌、第二次世界大戦中における、迫害の犠牲者の手紙に基づくのほか、ポーランド日記ジアリオ・ポラコ、1958、歌劇、不寛容イントルランザ、1960から61、光の工房、LA、ホブリコルウメノタ、1964、アウシュビッツの出来事の追送リイコルダ・コーザ・ティアイ、ハンノフォト・アド・アウシュビッツ、1966、 我々はマルクスを食い尽くさないのンカンスミミューマルクス。1969。一つの妖怪が世界をうろつくエエンジェスパンストゲイト。UM インデアベルト。1971。ベトナムのための歌カントパーイールビネーナム。1973。愛に満ちた偉大な太陽に向かって。エールグランソウルキャラコディアモーレ。1975。など、彼の作品には。 政治的要素を満たした旋律を含むものが、そのすべてである。1956年以降、彼は次第に電子音楽に興味を持ち始め、同年には、グラベザーノにある、ヘルマン・シェルヘンの電子音楽筋を、アレクトル・フステシャ・イクスペリマンティル・ストディオで、新しい作曲技法についてのシンポジウムに参加する。この分野では、ソプラノ、ピアノ、オーケストラとテープのための、 力と光の波の世に、コモウナオラで増やすサワイルズ。1971から72。ピアノとテープのための苦悩に満ちながらも精霊な波。ソーファーとオンドセレネ。1974から77。愛に満ちた偉大な太陽に向かって、エーエルグランソールキャラコディアモーレ。1972から75などを作曲。この時期のローノの作品は、ダイナミクスも大きく、 攻撃的な音響の作品が多い。1980年になると、フライブルクにある南西ドイツ放送局、ハイン・リッヒ・シュトローベル記念財団実験スタジオにおいて、ライブエレクトロニクス作品の作曲を始める。社会との関わりで得られる音ではなく、音の性質そのものを美視的に眺める鉱脈へ興味を持つことになった。この新しい姿勢は、死の間近な時、 ポーランド日記、第2番クワンドシュタのモレンデオジアリオポラコエヌに、冷たい怪物に気をつけろ具合、AI、ゴリリモストリ、1983、クルターグエのオマージュをマジオエ栄トック、1983、に加え、彼の最後のオペラとなった、プロメテオプロメテオ、1984? といった作品で明らかになっている。同じ傾向の作品として、断片、静寂、 ディオティーマエ、フラグマンタ、シュティラ、アンジオジマ、1980、日本で移植、初演された、進むべき道はない、だが進まねばならない、アンドレー・タルコフスキーへ、ノーヘイコミノス、ヘイキューコミナー、アンドレ・ターコフスキー、1987、バイオリン、ライブエレクトロニクスとテープのための、ノスタルジー的ユートピア未来の円形、LA、ロンペナンゼノスタルジーかユトップかフッツラ、 1988などがある。この時期の彼の楽譜は、楽器名が付されるのではなく、演奏家本人の名前が書き込まれるようになった。それは彼の片腕として機能した演奏家を歴史に刻むためであった。そこには、ファブリッジアーニ、シャッフィーニ、スカルポーネ、ウィッティの名が見える。シュトックハウゼンやブーレイズとは違って、指揮活動はなく、 音楽大学でも、ほとんど教えていなかったが、ベネツィアの自宅のプライベートレッスンで、ドイツ人のヘルムーとラッフンマンやコラウス、エーフューバーなどの優れた弟子を世に送り出している。来日も実現し、東大で講演を行った。一番弟子は、ボグスワフ、セフフェル。最後の弟子は、マウリシオソテロ。1990年に、ベネツィアで没し、サンミケーレ島に埋葬された。 脳ノノの作風は3期に分けられる。セリエルな手法で作曲していた、初期、テープ音楽を中心に、政治的な主張を前面に出した中期、それにライブエレクトロニクスを導入して抑制された、静寂を追求多項期である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。